はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。第60回闘技場ですね。2日目ですね。昨日は3勝0敗です。順位が 56,815 ということですね。はい、では行きましょうか。マルティナ英雄なんだよな。昨日はやられちゃいましたね、マルティナにね。意外と今日は優しい相手が来てくれ、優しいね。いや、シャドウベビーが意外と弱いか。力出るかなと思ったんだけど出なかったね。ドレアも相手に300とか400ぐらいしかいかなかったからな。はい、対戦よろしくお願いします。ここは出ましょうか。出て左側が効くんで、だけどこれあれか、うまい具合あれがあるから無理だね。で1番目でいってで、こっちが効くね。こっち側で分回す。で、リーズレットさんが行く。シャドウベビーが適当に行くと。まあ、大丈夫だよね。キーファーだけちょっと怖いな。キーファー。あ、これ奥でもいいか。あ、そうなのね。奥でもいいな。あ、シャドウベビー、そうか、そうなっちゃうか。まあ奥行きましょうか。じゃあ身代わりするのかな、サソリアーマー。落としたい。落とせない、マジか。808。じゃあこの辺にしときます。はい、いい感じ、いい感じの身代わり入った。おい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 、また返し、素晴らしい。次キーファーが来るか。いやいや、昨日からうまい具合に入らないんだよね。なんか、ローリングとか言っときますか。あ、鎧砕きとか言ったらよかったかな。あぶれ、圧縮、あー無理か。いや、結局アリーナが全部倒すのかって感じになっちゃいましたね。激減だろうが打ち込むと。いや、シャドウベビーうまく活かしたいな。はてなはてな系で守備力がないやつか。バラモスしかいないじゃん。はい、2戦目ですね。まあ混乱取れるからね、ハッサンはね。ゾーマでハテナハテナ系でいいんだよね。ゾーマね、ゾーマも柔らかそうだね。なんかそんなことないかな。16か、16すごい魅力。ここもね、16いく。いや、テリーな、テリーも、テリー本当に見かわしもあるからね。あ、ここもそうなんだ。よし、じゃあここ行こうか。ハッサンとテリー、まあテリー来てもらってでいいかな。
テリー来てもらって、で魔法系は移動してる間にね2ターン目で行けばいいって感じかな。はい、対戦よろしくお願いします。ハッサン俺が守るって感じがするね、あれね。あー行きたいな、めっちゃ行きたい、めっちゃ行きたいな。これどうしようかな、ダメだよね、行っちゃダメなんだよな。 1,2,3 でしょ、もったいなすぎる、もったいなすぎる本当に。ここね、まあこれで、あ、違う、そんなことないな、これ下がるしかないのか。いやーもったいなすぎる。氷か、こうだよね、こう多分こうですよ、流れ的には。うん、これよし、これよしですね。あ、1番目いいか、こっちか、これと変えればいいか。123が、123がフリーなんですよね、なしで、45が出てくる、45出てくる、45出てきたって打てないか、あ、打てないんだね、うん、まあこうなってしまうね。よし、じゃあ行きましょうか。はい、うん、待機、これはどこで体験いいかな、ここでがいいかな、ここでにすると後ろに1個出る、射程は大丈夫なんで、あれこれ抜けるやつだよね多分ね、あ違うか、飛び膝か、じゃあここでいいか。あ、詠唱準備、あそうだそうだ、詠唱準備あるんだった、よし、うん、前だね。でここでどっちでもいいな、鎧砕き、ローリング行きましょうか。はい、まあちょっとだけですが入れておきましょう。んで、あーそうか、そんな感じなんだ。下がってよし、あー落とせんだけど、これ大丈夫かな、まあ行くかしゃあないねこれはね。でこれは落とせる、向こうはいけないんだな。でこれの範囲を見ておこうか、やば、範囲に入らないようにこっちが、こっち側がいいか、こっち側から打ちましょうか。で詠唱準備もう一回で、これ下がる、ちょっと待って待って待ってこっち側にしとこうか、下がる、あーどういう動き、どういう動き、いや結局なんかアリーナが全部倒しそうなんだけど、また烈進撃もうアリーナ一人でいいじゃんこれ、どうすんの、うちの下の方にいたやつら、詠唱準備じゃないよ、まあとりあえずね陽動作戦としてはいいんじゃないですか。最初こっち側にいたからね、左側にいたんでみんな左側に寄ってきたっていうのはありますよね。まあそう考えよう。はい、3戦目です。ちょっと待って、一回全部見ようか。
いやいや2七なんだよな、やっぱな、竜王がやっぱ強いよな。ここは大だよね、大ね。どうしようかな、行ってみようかな、ここにしようかな。まあ混乱取れるっていうのは大きいんで行きましょうか。サンタリナ、まあそこまでねやっぱ苦手意識ない。混乱取りやすいっていうのが本当に大きくって、そこまで苦手意識はないんですが、一般的にねサンタリーナは強いっすよね。はい、対戦よろしくお願いします。これ引きたいね。でサンタリーナプラス1あるということは覚えておこう。あ、違うんだ、こっちか、こっちの範囲見れるね。だからここじゃない、ここでよしかな、多分ね、多分よし。で1個下がって引っ張ってくるが、あ違うのか、ここ置いちゃまずいかもね。サンタアリーナはまあいいか、これでいいか。こうして、マゲスは生かす。で、ダイは出てくるのみ。魔法で行きたいね、やっぱりね。魔法で、あっちは行きたい。で、ハテナハテナ系。竜王って、ハテナハテナ系？はてなはてな系か。ここ狙っていきたいね。そうですね。で炎が通らないので、こっち側に寄せてくると。どうしましょうか。物理か、アリーナ物理か。受けるか、受けてもいいかもしれないね。でもあそこまでか、あそこまでだと台が通っちゃうんだよね、多分。そうだよね、台が来んのもめんどくさいな、これな。でもアリーナもぶち込みたいね。こうしようか。こうしようか。こうしようか。あの引っ張られそうだな。引っ張られたらまためんどくさいな、これね。やっぱこうなっちゃうね。じゃあ行きましょうか。サンタリーナちょっとね1ターン目で行こうか。よし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 。でここでミスしないでくれればありがたい。大丈夫ね。頼むよ、頼むよ。 OK で、これでこれもミスしないでくれたらありがたい。ちょっと待ってよ、こっちの範囲ここまで来るね。ミスしないでよ、ミスしないでよ、頼むよ。おっしゃい、いいぞ。忍び寄り、うわ止まった。 OK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  よし、じゃあどうしよう。魔法が通るんで、魔法行こう。はい、でうわこれね、出るね、出らんない。あ、まあ、出るか出るか。あ、いやいやいや、台が怖い。次落とせない、怖いな、怖いな。ここに一応行くか、ここに待機で、これ行く、混乱取る。で台を落とせるかが問題なんだよね、次ね。ぐるっといって、あ落とせる、素晴らしい。メラ弱点でしたか。いやシャドウパンサーは、元からね、あの帳尻合わせだったんでいいんですよ、これで。
はい、3戦終わりましたね。はい、というわけで2日目終わりまして6勝0敗です。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。